ちが大人になってしまえばきっと見えてるものさえ見えなくなってしまう。今日まで僕たちが夢中になって探したものは本当は一体何だっただろう。誰かが浮いた幸せになるため生まれ、そして誰かを幸せにするため「僕たち心合わせるぞ」
のせい。